おはようございます。ソロパチステーションの吉木です。本日123新三田店さんで、収録でございます。まあ、10月に変わりましたと。で、9月僕も不甲斐なさすぎました。全然ダメ、ポイント取れず、見せ場もなく。で、前回の動画の最後ですね、見てもらった方分かると思うんですけど、私吉木は一つ決意表明をさせていただきました。10月僕ポイント10ポイント以上を取ります。約束します。もし取れなかったら何かしらの罰を受けさせていただく覚悟を決めております。それぐらいやっぱ追い込まないと僕ポイント取れへんなって思ったんで。なので本日の抽選、まずスタートダッシュを決めるために大事になってます。スロット座れたらもちろん寝台あたりを狙いに行きたいってことで、10月ヨシキポイント強化月間始まります。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。お願いします。はい、お願いします。いきます。マックス、月変わっても何も変わらん。まあ狙うは一択やな。もう出るってなった時からずっと楽しみにしてたパチンコあるんですよ。ありがとうございます。お願いします。もう入ってすぐやから、多分最初みんなあっち見に行く読みで空いてると思ってる。いける？うわ、いける、開いてた。しゃー、たー、ギフドの、これマジで飛んだモンスターマシンやからえぐいっすよ。ちょっとその辺のスペックはね、座ってから打ってから説明しましょう。行きましょうか、下克上。さあ、ということで、ギフドのスマパチですね、取れましたので打っていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっとさっきカスタムだけ紹介したくて、ついに先バレ搭載されました。これですね、通常時 N チャンスアップ、これがまあ入賞時にここのニューギンさんの N ロゴですねが赤くフラッシュしたら 40% の信頼度を持ってると。で、占有率が 97% ぐらいなので、まあほぼほぼ絡みます。で、鉄線キセル激安はまあキセル発生したら当たりで、バイブアップ、電撃バイブアップも発生したら当たりです。で、先読み信頼度アップは、先読んだら 70%の信頼度を持ってるという感じでございます。まあ、とりあえずノーカスで行こうかなと思います。では行きましょう、ギフ堂々ってことで、スペック説明したいと思うんですけど、先に言うと飛んだ化け物でございます。大当たり確率スマパチなので348分の1と。で、ラッシュの突入率が 55% です。で、もし取れなかった場合でも1500発はもらえます。55% 取ったうちの 20% ですね。で、3000発スタートがありますよといった感じになります。で、まあこの辺まではよくあるっちゃあるんですよ。問題は右ラッシュですね。ラッシュの継続率が 69.5%、 まあ低めじゃないですか。ただ継続したら全部3000です。もう想像しただけで汁出るよね。で、これ漆黒の上位互換な気がするんですよね。まあ、確率は重たいですよ、ハサ当たりので。突入率は一緒で、漆黒と違ってへそから 20% で3000パスあるで、継続率が漆黒 65% からこれは 70% ぐらいあるでしょ。で、全部3000、漆黒は2400なんで、まあ、単純に漆黒より強い気はするんですよね。で、俺漆黒めっちゃ好きやったし、なんならギフの前作もすごい好きやったから、もう待ってたよね、こういうの。たまらんよね。まあ、これパチンコ信頼出たばっかなんですけど、初打ちです。初打ちやし、なんならさっき解析見たら信頼度とかまだ出てない状態でした。なので、まあ、編集段階で出てたら追加してもらうようにさせていただきます。そこだけご了承ください。ただですよ、見てる感じ俺結構前のギフ堂々打ってたんですけど、そのリーチの流れとかと一緒っすね。男玉もあるし、ストックして演出ストックしてみたいな、まあ、前作打っとった人からしたら結構入り込みやすいかなとは思ってます。だからね、4大注目演出っていうのがあるんですけど、それもねほとんど一緒っす。まず金系と鉄線キセルですね、とギフ堂々カットインで、と、男たちの酒語りリーチかな、これが最強リーチなんですけど、まあ、前作でいう男たちの誓いね。だから、まあ、この辺の注目演出とかも変わらへんかなって感じだと思います。で、まあとにかく、まあ、9月はちょっと僕悲惨でした。なかなか、ポイント取れずにいて、ただまあ今月最後のミッション付き頑張りたいと思ってますんで、このギフ堂々でスタートダッシュを決めれるように頑張ります。先読んでるかこれ、先読んでますね。
おっと、いいんじゃないですか、赤フラッシュ、モノノフ斬撃ラッシュ。前作もね、こういうやつありましたよね、戦を目指すみたいなやつ。はい、150撃、多分同じような感じだと思います。喧嘩ラッシュみたいな、270撃、全員行きたいって感じから。島左近、はい、230、今これで650ですね。次最後かな、石田三成、これで、あー、かぶたんや、行ったんちゃう、全員行ったでしょ、これ多分これで前作はストーリー行ったんで、今作も行くはずです。これ早速チャンスよ、で落ちてくるんじゃないですか、天意無法が。はい、ストーリーや、全く一緒やな流れで。この後なんよね問題は、押せんじゃないね、いや悪くない、これは下から2番目ね、あるな。でタイトルの色とテロップで、赤のチャンスアップがあるんですけど、前作はタイトルとテロップ両方白のままいったら当たりとかね、いう放送がありましたね。いやこれはでも当たっていいんじゃないか、天敗図からは一応5ですね。僕しばらくね分母内で当てることできてないんですよ。ここで騰落ですね、ボタンかな、いきます。いや無理なんや復活ないっすかね、まあ前作のギフ結構復活レアやったよな。この後止まんな、いやないか。だから今多分ねタイトルとテロップ両方白のまま最後までいったんやけど、それで当たらんかったから、まあその法則は今回ないってことやね。まあストーリーの種類も一緒やな、汚染が一番弱くて今の影勝が、真ん中一番強いのが刑事。あそうそう、で今作1回転っす、1回転1分の1って絶対当たるんやけど、だからその1回転に全てを乗せなあかん、死ぬ気で 70% 取らなあかんっすね。だから 69.5% で3000発か、あの残りの 30.5% でもう2ラウンドっす震えるやろうわー、なんか音とかも懐かしいなー、これこれ押せんのな、お団子のやつより可愛くなってるやんこれあこのベロいいねはい、あこれ渋ってくるからね、うん、それっす、まあ、ああいう女がいっちゃモテるからな、合コンとかによったらたまらんよな、女からは嫌われるけど男から好かれるタイプやね。やべ、早よラッシュやれたってしゃあないなこれ、絶対おもろいやろこんなん。まずね348はちょっと重たく感じるね、348がちょっと重たく感じるぐらい俺らもう319に慣れてもうたんやな。319から入った人らは348になったら、いやこんなん当てられへんやみたいになってんのかな。俺ら399世代はいやまだいける人みたいな感覚やねんけど、その辺なんかやっぱジェネレーションギャップありそうやんな。なんなら499ダイヤマトとかその辺の人らは、いやいや甘えてんじゃないよっていう感じなんやろうなこれも赤じゃないとなーっていう、結構取ったよ。さあストックまず1個と、あの3つですね、あと3つで2個目のストック取る。これ疑似連に、あ使うなー疑似連に、これが一番寒いんですよね昔から。あ緑掘りやった、疑似連じゃなかったっすね。さあ天敗図柄は6でございます。で武将かな、大谷さんです。一応赤帯になりましたね、あとテロップも赤ありますね。あれで、これね、まあ前からそうなんですけど、大事なのは最後のカットインなんですよね。が赤かったら全然当たるんちゃうかなこれ、赤やったらマジで熱かったんやけど、あー緑、青か、跳ね上がってましたよね昔は。今回ちょっと信頼度まだ出てないんで当たりましたわ、嘘やろ神台やんえ348こんな感じ当たっていいんすかまあ赤対赤ゼロでなんか匂うなとは思ってましたけど、こんなあっさりいいんすか。さあ9500円でございます、素晴らしいね。うわこの感じ懐かしいなさあ37図柄ぞろいの時はこの後ラッシュ取ってるかどうかのジャッジ演出にラウンド中行きます。このギフ堂々ボーナスでね、だからラウンド消化中にこの天劇バイブやったりとか、ブチュンが出たりとかしたら
ラッシャーなんですけど、基本的には最後の方に出てくるボタン連打でメーターマックスを目指すって感じになりますね。おい、ゴーマイウェイあれやん、ちゃんと神曲搭載されてますやん、ちゃんとね、まあ、やっぱこれよな。さあ、シュラチャレンジ、これっすね。ボタン連打でマックスまでいったらラッシュでございます。めちゃくちゃ大事やぞ。頼む、直江、海外や。3000発あるから 70% の3000発ループやぞ。行ってくれ、行け。いや、まだ復活あるはず。どう、あはは。まあ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 、まあ、おこぼれみたいなもんの当たり方だったんで。まあいいでしょう。いや、今んとこめっちゃおもろいっす。おお、いや、これ俺久しぶりに文房内に会った気がする。10月のよしきはやっぱ違うぞ。で、この台もね、あのケージレスと同じような図柄法則があって、テンパイ図柄で、まあ、図柄にキャラ掘るじゃないですか。これ例えばこれ4図柄片倉小十郎さん、4テンパイで武将リースの片倉小十郎いったら当たりやと思われます。まあ、ケージレスと一緒っすね。2枚目、まあ、ラッシュ取ったら一発やから、ちょっとこれも我慢できないっす。通常時 N チャンスアップ、まあ、先割れっすね。で、まあ、入賞時にこの N ロゴっすね、赤くいかれば 40% の信頼度がありますよと。で、348分の1やから、まあ、大体140分の1くらいでは赤くいかるかなっていうぐらいの感覚でございます。N フラッシュやけど点滅入るんすね。ほなリゼロとかやったらもん絶やけど。え、これ男保留 60% ぐらいあるんすけど、これ来てる、え、これ白バレっすか、もしや。ギフ堂々当たった、え。ちょっと待って。もう分からん。これが N フラッシュです。さあ14,500円で、これね、入れた瞬間にブラックカウントすることがあって、そしたら多分3000なんよ。ゲロ、あー、ダメか。突然すいません、これから起きる、ラッシュ突入のジャッジなんですけども、なぜかわからないんですけど、その瞬間だけバグってまして、データが破損しました。なので、今からその時のことを思い出して再現します。ではやっていきたいと思います。じゃあ当たり2回目なんで、絶対に今回はラッシュ入れましょう。いや、2連続単発はダメよ、さすがに。さあ、これでラウンド消化してシュラチャレンジ来ました。これで成功したらラッシュ入ります。チュラとなれ、いきます。ボタン連打、投げ押し、いってくれ、頼む、ラッシュ入れ、いけ、押せ、伸びろ、よし、入りましたね。10回でラッシュ入りました。ってことで、ちょっとすいません、今回破損でこういう形になっちゃったんですけど、この後はもう大丈夫なんで、ぜひこのまま最後まで見てもらえたらと思います。ではラッシュの続きからどうぞ。もうここに書いてある通り、生きるか死ぬかの一発勝負なんで、さあここから1分の1で、当たります。そして振り分け、70%、まあ、69.5% ですね。で3000発やっていきましょう。いきます、入った、うわー、頼むぞマジで3000発で、法則とかもね、多分前作引き継いでる部分はあると思うんで見ていきましょう。あ、刀やね、これ松風乗ってたら一番ピンチで、刀で、その次に拳がいっちゃ熱いで、激突する前にエッジライト出ることがあるんですけど、そしたら信頼度アップです。もうこれね、直江が先制しちゃったら、はぁ、これで3000なんすよね。やばいっしょこれ。前作やったらリンケージやったね、これ。今回は天撃ボタン準備中と。さあ、トラガラー、あー、これやばいわ、飛ぶわ。さあ、限界突破、これで3000発でございます。
で、まあ、まず1500発取ります。でその後もう1500発あるんですけど、その時の振り分けで、まあ、めっちゃ薄いんですけど 4% でもう1500発馬乗せしてくれる抽選があります。まあ、なかなかそれは取れないと思うんですけど、まれ、あ、に4500発取れることもありますという感じです。うわマジで漆黒なくなってからねこういうの結構求めとったんやけど、まさにこれやわじゃあせっかくなんでモード変えていきましょう。次鉄線キセルラッシュでいきます。これですね、カウントダウン内に鉄線キセルの演出が発生したら当たり、それだけですキセル出たら3000発いきましょう。魂込めろ。10月の予祝は違うぞ。これあ結構時間あるんやな。秒数これ消すこともできるぞ。だからそれドキドキできるっていうね。え無音なんやけど。おいったやろ。あかんこれ。キセル鉄線キセルです。かっこいい。ああすごいすごいよこの台。あこれも3000なんで、漏れなく3000なんで、ありがとうございます。もう7500発です。いやーいやはやとんでもない怪物が出たもんや。さあということで次のモード戦ラッシュでいきましょう。あ俺この台好きやわさあ3044発取れまして戦ラッシュですね。でこのモードは、まず、まあ、入った後に縄文突破する演出が来るんですけど、チャンスアップとして通常ルートと加熱具ルート2種類あります。で最終的に縄文突破することができれば当たりで、到着の時はボタン一撃より連打の方が熱いって感じです。さあ行こう取りましょう。もう決まったよ。聖か死か、いざ尋常に。3、2、1勝負。これが文字なんか前作もありましたね。これ3回吹いたら当たりやで、ね、これはこれ加熱グルートちゃうかな。あ違う、あこれが通常ルートですね。ごめんなさい、教習準備中。今んところ目立ったやつはなさそうやけど、どうやろ。頼む縄文突破するだけでいい。で連打がいいんすよ。どっちや騰落、一撃か連打か。一撃っぽいな。いきます。うわー無理か、止まってしまった。また連打あるやろここ。ケージケージ開けてくれ、助けろ。あー終わったか。これで終了ですね。うわーあと1回でよかったんですけどね。あれもまだある。これここ多分入賞時復活やろ。いきます、来い。2ラウンドか3000か。あーないか。これで終了ですかね。2ラウンド通常 30% 取ってしまったんで終わりでございます。3連の7500発ええやんギフええやん。これで投資分回収してます。プラス益で今んとこちょっとね変わった当たり方しかしてないんで、武将リーチと直当たりと、ちょっとちゃんとストーリーとか最強リーチとかそういう強いやつでしっかり当てましょう。とあと N フラッシュ光らせてね、王道の当て方ってやつも見せたいです。オッヒー、後期到来。ストーリーにつながるような予告をお願いしますよ。コッコッ、うん、うわ微妙。赤金やっぱ欲しいっすよね。7割ぐらいなんで。4武将集合6天敗。これボタンギジレですね。もう1回ライスかね。 OK これでギジさんですね。ズガラ変わった。あー競技時来た。あるね。うわー来たー、電撃バイブもらいました。トータル信頼度 88% とかそんぐらいなんで、まあさすがにいただいたプラス金フツもやったんで7割ある。で島佐コンリーチいけば当たりね。でキセル、だよ配ったいや見たかったなー鉄線キセル。ないか。だからこれはもうね素直に武将系のリーチ行って島佐コン行ったらいいんすよ。あー違うか、片倉小十郎っすね。タイトルもテロップも白やけど、あーロゴ落ちた。多分ここで当たりますかねこれ。うんここで当たりますね。ストーリーいかへんな今日まあ大丈夫でしょう。素晴らしいね。まあなんかこれもまた王道っぽい感じではないんですけど。さあってことで初当たり3回目ですね。3000取ろうよ 20% の。えやった
ラッシュで変わっラッシュになりました。これ3点なんで、よっしゃ。でこれプチュしたら3点よ。来い、ここ大か。え、強っ俺、最強最強。あーやばい、強攻撃やこれ、頼む。終わった単発や、70パーやもんな。言い訳できひんなこれ。 69.5 やもん。70やったらいけるよ。 69.5 はやってへんって。いやでも順調やな、だいぶ順調。もう仕留めにかかっていいっすか。まあこの辺までは信頼やし、いろんな当たり方を見せれてる。いや次の当たりはポイントを取る当たりでいきます。いや楽しいパチンコライフや今日は。終始ニコニコっす、久々やなこの感じ。え、この前199分の1で右打ち 70% 継続のオール3点やろ。おお最強リーチさあってことでボタンか。いやいける、よし、ノーチャンスタップでいきましたね。でこれあのラッシュ取ってるかの演出でボタン連打じゃないですか。裏ボタンでこの電撃ボタン押したら一撃で分かるっていうやつもあるんで、ちょっと一回試してみます。押して無理やったら終わりやけどね。いきます、押します、終わりやマジか、復活もないですね。もう一回行こう、これちょっと攻めすぎたな。ちょっと N チャンス十分味見できたんで、俺のリーサルウェポン出していいですか。 N チャンスはオフ、先読みオン、天撃バイブオン、プレミアアップオン、鉄線キセルオンです。 N チャンス以外全部いったれっていう。まあもう通常時の当たりに関しては十分見せれたと思うんで、まあ、最後ラッシュへの架け橋をこのカスタムで行かせていただきます。おお来た、これバイブ今ちょうど2枚入れたとこ。先読みこの時点でとりあえず7割あんねんけど、なんかないと怖い。まあ、天撃バイブは占有率考えたらなくてもいけるっちゃいけるっすね。これ変動開始時にバイブよ。まあ、今回バイブね、ギリレン、ギジレンタイミングとかでも来るから、ここ来い、あ震えへん。でもね、まあレスとかもそうなんですけど、ギジレンのタイミングとかでも来たりするんで、うわ一気に2個ストックや。全然わからんっちゃわからん。まず1個目ギジレン、ギリさんの後とかにも来るから震えちゃい、なんなら震えへんかと。あとはまあ大前提プレミア欲しい。あ、トマトン行きました。バイブ来い、震えろ、よし当たりや、ナイス当たりと。いやどうやろうノープレミアね。3、まあそうやね、ないですね。いやどうですかねこれ。さあお願いします、なんとか。これくぐり抜けたらめっちゃ気持ちよさそうやけんわ。さあ直江修羅となれ、行くんや、頼む。いやそうよな出てないもんな、ラッシュ入らねー、言うて 55% やもんなこいつ。いやマジか。3枚目です、これ4枚目です。俺は全然いつでもやめていい、もう帰ってもいい、金継ぐ次第よ。どうする、5枚目です。ちゃんとしようや、ちゃんとしましょう、ほんまにポイント取る好きなんですよ10月は。もうやめよう負けんの。お、先読みが来た、おっしゃー、うわー赤やこれ、当たりでございます。よっしゃ来た、いきます、 OK、 あとはラッシュ入れるだけや。相当値が4万1000ですね、万発ね、余裕でしょ、ラッシュ入ったら。頼む行ってくれ、入ったらまくれるから、行ってくれ入れ。なんでやねん、なんで入らへんねん、もうマジ無理。おい6回当たってんねんけど、どないなってんすかこれ。今思ったけどこれ不随やねんな、だから右打ちしてももう左に打ち戻してって言わへんねんこれな。おっ来た、頼む、 70% あります。でこっからなんよ、震えない、でも大丈夫、
疑似連のタイミングがあるから取ります。何個ある？一周もないな。あ、一周一周。あー来た、月影ゾーン来ましたね。はい、血影ゾーンです。これ50パーぐらいあるんですよね。これはキセル出てもいいんちゃうか。で、今作もしキセル、鉄線キセル出たとき、裏ボタン成功したらラッシュです。来い。あ、いやこれ疑似連か。まだありますね。で、ここでバイブ、よし、とりあえず当たり。いや、もういいよな、決めるしかないよな。ストーリーいきましたね。あー、これな、これね、こういう時やっぱね、こういうストーリー以外行ってほしいんですよね。ギフ・ドードリースとか二人戦とか、そっちで当たったらラッシュなんで、この台。あと縄文突破もラッシュです、当たれば。いやとりあえず41,500円、500円追加しました。初当たりの鬼777、しゃあない。大丈夫よな、大丈夫よな、取れてるよな、そんなはずないよ。いけ、抜刀や。これマジか。おほほほほ、急に来た。もういいやろ。これストーリー行くんすかね。行かない。カットにも弱いよ。え、これで、え、これさあ、でももう当たるか、ここで。すごい当たり方、なんもなかったように見えたんやけど、結構バランスいいのかもね。プレミアないです。もう無理無理、これこんなん無理やん。苦しい、苦しいなこれ。誰のせい、これこうなってんの。まあ西野ここまで遠かったよな。片道何時間？3時間半。まあ片道3時間半でしょ。今もう17時半。すいません、無理かもしれへん。今日中は、今日中はちょっと無理かもしれへんな、これ。西野が東京まで帰れるかどうかもかかってるから、俺一人の問題じゃないんよね、こっからは。あ、お預けっす、東京帰んの。ナイス。いや、素晴らしい、マジで初当たりはえげつない。279回転、9回目の当たりです。来い。うん、まあここはしゃあない。いや、ブラックアウト、消えちゃえ、プチューしてまえ。あー、ないよな。大丈夫、取れてるよ。こんなに頑張って当たり取ってんねんから、さすがに取れてるよ。大丈夫です、やるしかないっすね。いけるいける、大丈夫、いきます。お願い、お願いやから行ってくれ。これやってるね。どっからや、龍銀さんか、大元はどこや。今でこれ初当たり9回取ったんですよ。まあ正直それだけでもすごいことやと思うんですけど、まあ、ラッシュが入ってないんですよね。いや、すごいいい当たり方ばっかりしてくれてるんですよこれ。通常時はもう100点満点です。もう言うことあらへん。この台のやっぱ魅力って、もう右に全振りしてるみたいなとこあるんで、それを見せたいんですよ。けどもう9回取ってこの結果は正直きついっす。まあ、次のもう10回目の当たりをラストにしたいと思います。そこで絶対に決めてみせます。6枚目です。これを最後の投資にします。これ以上は入れない。これで決める。え、先読みちゃうそれ。あ、違うか。え、これ先読みじゃない、先読みな気がすんねんけど。ほらほら、先読んだ、来た、ここや。一気にごっそりとって、これ2個ストックしましたね。
バイブはしてないです。緑保留、まあ、鉄テクセルない。このストックどうすんねやろ。いや、これエピソードに使うんかな。エピソードに使いそうですね。あー、そうか。いや、これをエピソード中まで持っていってほしかったんよな。このストック持った状態でエピソードいったら、その鉄線来てるとかあったりしたんですけど、それラッシュやったりとかね、あったはずなんやけど。これそもそも当たり怪しいかもしれへんな。いきます。いや、そうよな。うわ、ここで先読み外すんや俺。やってるわ。うわ、マジかよ。それあかんって。これが先読みのことあんねんけどな。あ、先読みだこれ。待って、これ保留変化したんで先読みです。ファイブスロー、フルエロ。うわー、マジで。じゃあちょっと怖い。これこれ、よしよしよし、ここでストック取ったぞ。これ勝利。好機か。鉄線来てる。出ない、マジで。うせやん。刑事か最強リーチどっちか。うわー、ケージ来たわ。これならまだあるか。ストーリーの中でも一番強いやつですね。先読みやぞ。 70% っすよ一応。これ騰落ボタンか。いきます。うわー、まあ、うっそやんこれ。2回外してるわ。時刻はもう19時過ぎてますけど、行かせてください。7枚目です。もう限界突破してます。ここから意地とプライドかけてラッシュ取りに行きます。いや、これはさすがに次はラッシュよ。そんなはずないから。まあ次全て詰まったラッシュできるよ。俺ら限界突破してる人間が右やったらどんだけ限界突破するねんって話やから。限界突破の2乗はどうなんねんって話。マジでこっからドラマ起こす。来た、ほら、マジで今入った瞬間しっかり見てよ俺。あとはプレミア出すだけや。まず 70% ね。いや、でも今2回外してるからな、まだ信用してない。来いよ、もう変動開始から震えていい。来い。何その入り。いや、でもこれとりあえずよう取ったわ。2個ストック取りましたね。いきなり使うんか。いやー、これだからストーリーリーチ中まで待っといてほしいんですよね。緑放流疑似は疑似しないっすね。あれ、これさ、しょぼいリーチ行ってくれた方が縄文突破とか行くんじゃない。あー、でも石田三成行くんか。これマジで言ってる。いや、これストーリーに使っちゃうよな。うわ、やばいやばい、それはよくない。いや、これせめて最強リーチ、最強リーチ来てくれ。来た、来たよ。これならあるぞ。最強リーチはレインボーの文字が出ることがある。プレミアでそれを出しましょう。ああ、いや、出てないか。レインボーはないですね。くっそ、プレミアないか。とりあえず当たりだけでもいきます。はあ、困るだよ。ああ、やってるわこれ。これやってます。もうこれ先読みここで3発外すってどうなってんの。あー、これが男たちの誓いよ。8枚目です。9枚目です。右やらない意味ない。来た、よし。もうさすがに4度目の正直やぞ。お願いお願いします。もういいやろ。変動開始からバイブはないです。楽しませてくれてる。で、これストック何個取る。いや、3つじゃんこれ。うわ、さすがにもらったやろこれ。3つはやってるって。鉄線来てる。あー、出やんか。ここで使えへんねや。
あ、いや使うか。疑似連ですかね。あー、お競技時や。よしよしよし。ついに当たりました。やっとや。長かった。もう21時よ。このストック1個ストーリーまで持っていってほしいです。これ今使っちゃいますね。このボタンは何だやろ。いきます。きった。これ両方取ったよ。電撃バイブと鉄製キセル。もうラッシュ入るやろ。こんなもん入らんわけがないよ。よし、行きます。85000。入れたらあるから。この台やったらまくれるから。変わっちまってくれ。3。まあいける、大丈夫よ。消えろ。あー、ないか。まあまあまあ、この後やな。いや取ってる、絶対に取ってる。ここまで回してないから絶対に取ってるよ。終わらせるよこの戦いを。お願いします。ラッシュやらせてください。いきます。いってくれ。上がれバット。いけいけよ。おっしゃ、あるぞ。うわー、嬉しい。マジか。これちょっと最後一番好きなラッシュやらせてください。一騎打ちラッシュで。10月僕ポイント10ポイント以上を取ります。え、もうなんやけど。おいったやろ、まあ、次のもう10回目のあたりをラストにしたいと思います。マジでこっからドラマ起こす。よし、 70% 3000パスの 70% ループ。最後に暴れましょう。10連歩いらんからね。うわ、馬乗っとるこいつ。いや、いけるいける、大丈夫大丈夫。マジでここまでもう何連単食らったか。出るに決まってるやろこんなん。もう先制しちゃおう。なおえ攻撃はジャックで。嘘やろこれ。そんな、やめとけやめとけ。ボタン出やんかこれ。いや、避けちまえ。避けれる。何食らってんねん。いや、平気平気、立てるよ。さすがに立てる、大丈夫。3000やぞ。立ったら3000。終わんなよ。え、いや、またまた、そんな。いや、これで、ね、V ニュースで復活するんでしょうね。ああ、終わりましたね。散髪っす。実戦終了です。お疲れ様でした。ほんまにきつい。10月もあかんのか、俺。10月になったらなんか変わるって。信じてた。なんも変わらん。マジきつい。午前中の俺のニコニコやばかったよな。めっちゃ楽しそうにしてたよな絶対。いや楽しかったよ実際。12時ぐらいまで初当たり軽くてラッシュも入ってある程度も見て、今日いける、やっぱ10月の俺違うなって、ポイント取らなあかんなって、追い込んだらこれやって、何も変わったな。まあ総回転数が大体まあ2500回転ぐらいで、初当たりが10回なんですよ。初当たり確率バケモンじゃないですか。250分の1ぐらいで、ラッシュが合計3回突入。まあここちょっとおかしいんですよ。 55% 突入やのに。でラッシュ3回入って合計のラッシュ中の当たりが2回。ここもちょっとおかしいんですよね。 70% 継続やのに。で、最終結果が8万5000投資で最後出た分になります。まあ入れてもよかったんですけど、心折れました。さすがにこれまたちょっとリベンジせなあかん機種増えたな。これまた行っていい。
どっかで、まあ、すぐにはちょっともう無理やけど、これあのほんまに皆さんの声があれば僕はまた行きます、まあ、僕はあのギフ堂々ほんまに前作好きやったし、で、まあ、スペック的に、まあ、ざっと見て漆黒に近いもの感じるじゃないですか、やっぱあれって。だからもうほんまに俺好みの俺独の代議が出たなって思って楽しみやったんですよ。でこれなんですよ、めっちゃ悔しいです。だからほんまにまあ皆さんの、まあ、また見たいっていう声があれば僕はリベンジしたいなって思ってるんで、よかったらコメントしてくださいって感じで、ちょっとほんまに不甲斐ない結果で終わってしまって申し訳ないです。最後伸ばしたかった。でも絶対あの台もっとねポテンシャルあるんで、と次もし打つ機会があればしっかり伸ばせるように頑張ります。ありがとうございました。はい、ということで最後にですね、本日達成させていただいた店舗さんの店内状況を見て終わりにします。あー、これカラクリサーガス入ってんな。カラクリサーガスめっちゃいいっすね、強いわ。カワデリが増大したみたいなんですけど、しっかり強いっすね。で、四五六角報告もありました。まあまあどう見ても入ってますね、めっちゃ強い。もうあと今日番ゼロや、これ番長ゼロ、かなりブイブイ言わしてます。あ、あとハーデスや、これハーデス、これ前代後設定ですね。こんな綺麗に出やんもんな。以上でございます。まあ今日なんか前代金多かったように感じましたね。でスマスローも強かったですし、でバラエティまで、隅々まで出てたように感じました。以上です、ありがとうございました。グランブルもリベンジしよう。じゃあ朝一からされなかったし。あ、でも紫よ、やっぱり来た。よし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 、来た、来い、左左、いや、オッケー、確定、オッケー、ナイス、よし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 、どんかつばー、さあ行こう、頼むぞ、ミツル、来い。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。そんなあなたにサクセスな一日でありますように。